こんにちは。カシャーリーチの今日のインテリジェンスを始めさせていただきます。今日はスナック、首相中国との黄金時代は終わったと宣言、こういうテーマについてお話ししようと思います。どうですか？皆さん、中国との黄金時代は終わったと宣言するのはイギリス国内だったら評価されるでしょうか？という話なんですよね。実は全然評価されてないっていう話なんですよね。まあ、ちょっと順を追ってね。説明していきましょう。まあ、エクスプレスのね。記事から。 えー、ちょっと紹介しましょう、えー、スナック首相はねギルドホールというところで演説をしたんですよ外交政策の関係でね、まあ、スナック外交というのは考える上ですごく重要な演説だったんでちょっと取り上げようかなと思いましたじゃあいきますねスナック氏は中国との黄金時代終わったと宣言し批判者たちは英国を売り渡す、えー、弱々しい首相だと非難したと。リシスナック氏は、えー、夏に行われた保守党党首選において ジョンソン氏の後任の、えー、保守党保守党党首相及び首相候補としてリズトラ氏と対決する際に中国と対決することは誓ったと中国とはやりますっ、ね、て言っててなんやこれはって話なんですよねでち、英国の中国との関係における黄金時代終わったとスナック氏は宣言した首相はダウニング外に入ってから、えー、初めて主要な政策演説で オズボーンズ前首相が提唱した外交政策から熟信を移すことを表明したとスナック氏は月曜日の夜に行われた首相主催の宴会でこのようなコメントを発表したと、えー、また北京との自由貿易協定が民主主義の出現をもたらすと考えるのは甘い考えだと警告したしかし首相はまた西側諸国が冷戦時代の敵対関係に戻ることを見るべきではないとの見解も示した。 いいや冷戦みたいになもうほんとね地球の裏側から卵を投げつけてやりたいとそういう感じですよね。まあこんなこと言ったら日本だったら問題にならないのかもしれないけどイギリスだったら大問題になるわけですね。まあ、その代わりに、えー、スナック氏はこう主張したと、えー。世界情勢における中国の重要性を無視することができない。いわゆる自体は貿易が 社会や政治の改革につながるという甘い考え等に終わったということをはっきりさせましょうと、スナク氏は付け加えた。しかし、単純化された冷戦時代のレトリックに頼ってはいけない。我々は我々の価値観と利益に対する体系的な挑戦を突きつけていることは認識しており、その認識はその挑戦は中国がさらに大きな権威主義へと向かうにつれてより深刻になっている。中国政府は国民の抗議に民意を傾けるどころか。 BBC のジャーナリストへの暴行を含めさらなる弾圧を選択したメディアはそして国会議員も新疆での虐待や香港での自由の縮小を訴えるなど制裁なしにこれらの問題を強調できるようにしなければならないもちろん世界経済の安定や気候変動の問題など世界情勢における中国の重要性は無視するわけにはいかない。米国カナダオーストラリア日本 そそししててののの他の多くの国々がこのことを理解しているだから外交や関与も含めてこの先鋭化する競争に一緒に対処していきましょうなんか腰砕けですよね一見こう強気で言ってるような雰囲気なんですけど全然中身がないとで、えー、その多くは我々の回復力特に経済安全保障を劇的に向上させることであるとしかしスナク氏の発言には元通りまあ、保守党党首のイアン・ダンカン・スミス教をはじめ 多くの政治家が批判を浴びせている、えー、まあダンカン・スミスは「テレグラフ」氏にえこう答えていると「中国が我々の生活様式に大きな脅威を与えていることを認識しなければならない」「スナク氏のスピーチはレイズ・トラス氏の短い任期中に北京に対するスタンスから一転した」えー、と考えられていると首相は今月初め「中国は脅威である」という前任者のコメントに同調しない意向を示すほだと。 だから中国が脅威に入ったのってこと言ったら、いけませんよね。ここでね、あの自由のことはね、あの生活様式に大きな脅威を与えてる。これね、あの冷戦の本質なんですよ、ある意味で。だから、もしこのまま中国が放っておいたら、我々の生活が変わってしまいますよ。我々の生活様式というのが変わってしまいますよ。そういう危機感が、実は前はね、本当の冷戦、あのベース、ベースの冷戦の時も、そういう認識があったんですよ。 それがね、やっぱり日本人はなんかただ何をしなかったんだよね、冷戦期はね。本当にね、この自覚っていうんですか、我々の生活様式が脅かされてるんだそれがね、すごく日本人は鈍感だと。こうつくると思うんですね。イギリスはまともだと。まあ、こういう話なんですけどね。もうちょっと続けていきますね。第一線の政治家への復帰を考えている元ブレ,ジブレクジット党党首のナイジェル・ファラージ氏は、スナク氏の演説に関して、ソーシャルメディアで反論した。 彼はこう言ったこれまでと同じようにえ保守党は私たちの国を売っているんだ、えー、労働党のあデビッド・ラミー外務大臣もあこの影の,あのキャビネットですね、うん、スナック氏の演説を非難しているとラミー氏は、えー、ツイッターに公開したリシ・スナックの外交政策に関する最初の主要な演説は、えー、おかゆのように薄っぺらい <laughs> おかゆのように薄っぺらいいい表現ですねえー、っと 保守党の中国に対するレトリックはまたしても手ののを返したようなものだ。自由民主党のレイラ・モラン外交部長はスナク氏の中国に対する関する演説に対して「夏にはスナク氏は中国に対して厳しいことを言っていたが今は可能な限り最初の機会で U ターンしている」と付け加えた英国人ジャーナリストが中国当局から不愉快な扱いを受けた数日後に以前の姿勢を撤回するとは驚くほどオンチだ。 驚くほどですよい香港からウイグル人虐殺の認識まで中国に責任を負わせることになると保守党政権は失敗の記録を続けるようだと英国民は当然懸念するだろういやー散々ですわなでもこれ日本政府とほとんど変わりませんよねこのスナック首相の姿勢っていうのはあかんなあとそれに対する議会っていうんですか議会の反発はやっぱりすごいですよねスナック首相はダメなんだけど岸田内閣はもっとダメ <laughs> そういうい感じがしますねでやっぱりこうなんですか冷戦冷戦言いますけど日本は冷戦を主体的に戦ってこなかったわけですよですから実際こういう事態が起きたらまた冷戦が戻ってきたわけですよねだから冷戦の時はなん,な,んなんとなく過ぎたんだからまたなんとなく過ぎるよっていうのが日本人の基本的な考え方なんですよね。でもやっぱりイギリス人なんかしっかりしてますよねそれはねほんとつくづくそう思います。 もうちょっとねありますんでね、えー、読み上げますと、えー「英国は中国との衝突に備えるように促されている」「トーリーの、えー、トビアス・エルウッド議員は習近平が中国の巨大な軍隊を拡大させていると警告したからだ」「国防特別委員会の議長であるエルウッド氏は北京を眠れる理由と表現した」まあ「スリーピングドラゴン」ですね、えー、エルウッド氏は、えー、北京はより攻撃的で自己主張が強くなっているとし スナクショーに「丘を越えてやってくるものに備えるように促した」「丘を越えてやってくるものって皆さんはどういうイメージがありますかやっぱりこれは文明を破壊しつくす野蛮な種族が丘を越えてやってくるぞだフン族とかあとモンゴルですよねモンゴルとか全然ねあれで完全に社会が潰れてしまいましたからねそれと同じような感覚でイギリスはを見れるんだなとそういうことが分かりますね。 米国防省の報告書によると中国は今後10年間の半ばまでに核弾頭を1,500個まで拡大する方向であることが分かった報告書では中国は現在400発の核弾頭を所有していると推定していると。エルウッド氏はスカイニュースに対しウクライナから学ぶべき教訓があると述べ次のように説明した経済安全保障の影響を防ぐために我々は十分なことができなかった。 中国は今より攻撃的で自己主張が強くなっておりもし習主席が約束を果たせばこれは台湾を攻略したらとこういうことですね、えー、その影響は甚大だイデオロギー的に民主主義に勝利するだけでなく中国は経済大国を手に入れることになるまあ台湾では世界中で使われている最先端の半導体が、えー、作られている習近平はイギリスへの新たな脅威として1,500個の核弾頭を持つ巨大な中国軍を拡大する また中国が南シナ海や、えー、重要な航路を支配することを可能にし、えー、中国に権威主義的な政策をさらに追求する、えー、勢いを与えるだろう勢いづかせるだろうとこういうことですね。さらに、えー、っともちろん西側はその後どうなるかどう思うかと民主主義のパートナーはまた一人失うことになるここで何が起こっているのかを理解し丘の上にやってくるものに備えることがとても重要だと述べたと。 スリーピンングドラゴンとははよく言ったものだだ核兵器だけではありません陸軍海軍兵器庫は今や世界最大級である彼らは巨大で支配しているのは南シナ海だけではなく世界中に資産を移動し基地を置き始めていると私たちはこの20年から30年間中国の進出を目の当たりにしながら彼らが独自の条件で取引を行い進出を許可することで私たちは信じるものを実際に確認することを なんんんか眠眠っっててういいたたたです私ちもだここううとらにねエルウッド氏は以前から英国の国防衛費を GDP の3%ですよ3%日本みたいに2%じゃないですよ 3%3% に引き上げるようにスナック氏に迫った、えー、昨日はエクスプレスに対して「政府は英国が直面する脅威を完全に過小評価している」と述べたまた「世界は危険な時代に突入した」これはそうですね。 英国軍は過剰なまでに手すになっていると警告したと。まあ、エルド議員は前回の国防見直しで示された軍への徹底的な削減を撤回するように求めたと。我々我が軍は高い能力を持ち高度な訓練を受けているがより少ない装備と人員でより多くのことを行うように求められている。戦車艦船飛行機そして兵力の削減といった前回の国防見直しで示された。 大幅な削減を撤回するる必要があるとで。さらにウクライナは別にしたの世界は危険な時代に突入した英国がこうした挑戦に立ち向かう役割を果たすには火力に投資することが必要である、まあ、武器ですね武器に投資することが必要であると述べたエルウッド氏は私だから繁栄はね安全保障がなかったら守らないよとこういうことですね。 えーまあ、ベン・ウォルス国防大臣に対してこの問題をちゃんと修正するように呼びかけたと、まあ、こういうわけなんですけどねやっぱりねスナク首相のこの腰抜けね腰抜けス,クスナク、ね、これに対する期間がすごく大きいんだっていうことが分かるでしょう今更ねもう中国と安定した関係築けないんですよそのことをイギリスには非常によく分かってるだからスナクに対して腰抜けと言ってねみんな卵を投げるわけですねあ僕も投げたかったな <laughs> まあそれは冗談としてまあもう中国と共存ができないんだともう地球上のね地球上から中国という国家が証明してもらう,もうそれしか我々の国が存続するしかないですよそのぐらいのことですよね中国との黄金時代が終わったなんて言ってるのはまだまだ生ぬるくてやっぱり中国という国家が証明してもらわないと困るんだとそういうことだよねイギリスの本音はね我々もそうなんですよ。我々ね、やっぱ残念なことに冷戦期ね 第二次世界大戦が終わってから90年代に至るまで冷戦期に全然関与してこなかったなんとなく米軍からアメリカからね武器を買って並べてみたみたいな日本列島にちょっと並べてみましたみたいなそんな感じだったんですよね実際に戦ってこなかった、えー、やっぱそれがねこう今になってこう日本人がね全然こう発想として回らない大きな原因だと思います。やっぱり アメリカにあまり任せすぎたのが良くない自分の頭で考えなくなったのがすごく良くないこう思う思んですよねイギリスだってね米国,は米国の力がなかったらどうしようもないんですよある意味ねでもやっぱりちゃんとこういう議論が出るでしょやっぱりそれは日本人がサボってたからですよね日本の安全保障はねやっぱり今こそこうちゃんとまともに考えてまともな議員を選ぶとそういうことをしていくしかないんじゃないでしょうか。 じゃあ今日はこのぐらいでおしまいしますねよろしかったよう方の包丁そしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてあのサンクスすごく助かってますありがとうございます本当にね毎度毎度本当にいただきましてありがとうございますじゃあ今日はこれでおしまいしますねじゃあ失礼します